今日は初日4までやって、昨日はできなかったんで4の復習、4までの復習したんで、5、6、7、8、8の途中の、ここでちょっと展開変わるんで、8の途中まで、7.5ですかね、7.5まで進められたらなと思って、ちょっと先にね、このドレミファソは、今、途中までやりました。ここはね。で、ここまでやりたいなと思ってるんで、またね、これ振ってみます。これ出ました。これ、ナチュラル出ましたよ。次のラは、そのままいけば、ナチュラルだから、元のまんまなんですけど、ここでやっぱりフラットが出てくるから、またフラットに戻るんですね。ってことはこれラじゃん。ね、これがラ。ラのフラットになると。じゃあラ、その前だから C だね。C のフラット。どうだ。どうしラ、そうなのかな。どれかじゃ、これは。でもフラット。ちょっと早くなったんじゃない？これは？これが、ドレミ。ミの次だからファ。ファは普通。ファ。読みづらいね。ファの、ファソ、ファミレ。ファで。ファで。なんかね、でのおじさんだね。ファで。まだここもでだね。で、み。みもなんだ。で、み、で、み。と。外、スラッシュ。しは伸びる。しは伸びない。違う。そらしんか。ん？いいの？そらしーら。まあいいや。ちょっと読みづらいけど、それでいきますよ。まあ弾きながらですよね、こんなね。弾きながらだよ。で、1から8が連続、ここまでは連続し、ここまで。ここからここまでは連続してるんで、つなげて覚えたいのね。ちょっと一応ここ弾きますよね。ファシ。ファシソ。ファシ。違う。ちょっとごめんなさい、これだけやってもちょっとわかんないから、こっち弾きながら音の感覚で、こうじゃねえのっていうのでやっていいですか？最後どうみたいね。違うね。なんだろう。わかんない。シとソと、レ、ミだ、ん？ミレ？ん？違う。これと、これが一緒か。ゲップが出る。だって。むずい。
まではなんとなく勘で弾けたんで、ここは多分ここまでいけると思うんで、これ。これ苦戦中。気づいたんですけど、変なね、お花のマークがあるんですよ。ここにもある。これ何ですか？お花のマーク。このマークの意味をご存知の方は教えてください。お願いします。これ知らないです。これちょっと見てて、わかる人教えてください。申し訳ないです。これ何ですか？これ何？意味がわかんない。どっか書いてあるのないよね、こんなの。僕、これ、無視して、やります。わかんないから、意味が。